んにちは。皆さん、イライン ASMR です。最近韓国はとても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 寒くなりましたが、日本はどうですか？風をひかないように気をつけてください。で、今日はこんな寒い冬に耳障りなふか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 音を準備しました。で、今着たこの服もちょっと今日のテーマに似合う服と思って切りましたが、見えないんですよね。とにかく、で、寒い冬によく似合う音を準備しましたから、楽しく見てください。そして今日は、この、リディオさんと一緒にする予定ですけど、このマイクがちょっと音強く聞きますよ。だから今まではささやきボイス、ささやきボイスで動画を撮りましたが、そのボイスは好きじゃない皆さんも多かったんですから、今回はそんな、こんな小さいし低い声で動画を撮る予定です。で、皆さんの考えをコメント欄に書いてくれたら、次の動画を撮る時もそれを読んで考えて動画を作るようにします。はい。じゃあ今から冬に耳障りなほか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 音。始まります。始まります。まず最初に見せるものは、何でしょうかな。これをあげたら、デザインのマッチです。これは前の動画にも紹介したことがありますけど、これが結構昔の動画ですよ。で、今はこれくらいしか残らないんです。よく見るとピンク色の可愛いマッチがいます。ちょろろ見せて、可愛いでしょ。で、やっぱり冬といえばこんな火の音、マッチの音が暖かいしいいと思って選びました。これをこの部分
消えました。なんか早く消えましたよね。韓国のバージョンにはちょっと怖くて、日が怖くて遅くなりましたけど、今はちょっといいですよね。早くしましたよ。火は怖いんです。めっちゃ燃えるですか？怖いからします。これと一緒に紹介したいものがこれです。ですかな。その時私家族と一緒に家族旅行に行ってきましたよ。で、チェジュ島という韓国のアイランド、アイランド、日本語で分かりませんけど、チェジュ島という韓国のアイランドに行って、ここで買ったものです。これはキャンドルです。可愛いですよ。で、中が面白いんですけど、この中にキャンドルを入れてするものなんですよ。で、こんなキャンドルも準備をしてみました。これはバニラの香りがあるキャンドルです。やっぱりキャンドルも冬によく似合うものですから。そしてバニラの色もちょっと重い感じが冬とよく似合うと思って準備をしてみました。で、もともとはマッチでしてする予定ですけど、私マッチをすることがちょっと上手じゃないんですよ。で、じゃん、これも可愛いでしょ。これはキャンドルライトですかな。火を出ること、面白いです。これがマッチよりは私は楽ですから、これを使って。でも危ないんですから気をつけてください。怖い。嬉しい、楽なキャンドル。
これが香りも結構いいんですよ。だから吸って吐いて吸って吐いて香りと一緒に温かい感じになりましょう。本当にいい香りですけど消えました。私の鼻の風邪強いんですよね。で、剣ででした。次紹介するものはじゃん、ボイスじゃない。もこ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 するミンカです。かわいいでしょ。やっぱりミンカも冬といえば考えるものなんですから選びました。さんの顔もごちゃ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 な感じにしてあげて、耳も今からちょっとモコモコごちゃごちゃな感じにしてみましょう。でまずはこっちからします。耳の周りとか後ろとか中とかを雲ですかな。雲みたいですね。冬の雲。そしてこの綿花をちょっと面白かったんですよ。なんか人魚ですか、ぬいくるみ、ぬいくるみ、ぬり、ぬいくるみその中にありそうなものですから
黄身をカツカツします。で、黄身の中とか次はこっちをしましょう。まずはメンカで耳の周りとか後ろとか顔もします。そして面顔、この音は結構好きなんです。皆さんにはちょっとごめんなさいんですけど、このもこもこするものを耳の周りから後ろも中まで
ちも入れて、全部してみましょうか。紹介するものはこれもめっちゃ綺麗ですよ。レオンアンポパック、名前が難しいんですけど、レオンアンポパック、レオンにこんな丸々なものがあって面白いです。音も結構これは冷蔵庫に入れたら冷たくなって、なんか電子レンジに入れたら温くなって、顔にこういう感じにするものなんです。後ろもこんな、ものがあってこういう感じにするものなんですよね。してみましょうか。はい。どうですか。温かいと考えてください。で、これ面白いことが、この周りはちょっとこんな感じですけど、後ろがめっちゃ柔らかい毛ですか？毛？毛があって、これ面白いよねと思いました。
で、暖かいこの冷温アンポパックを皆さんの目と耳にして暖かく作ります。目に耳も後ろも
ょっと暖かくなりましたか？これは本当にこの動きが結構面白い。はい。で、レオン、アン、レオン、アンポパックでした。次に行きましょう。次紹介するものは、じゃん。かわいいでしょう。なんでしょうか？これはクマさんです。黄色クマさんじゃなくて、カイロ、カイロ、カイロですか。私が探した時はそんな団子でしたけど、暖かくこの中にあるピチッとをピチピチしたら暖かくなるものなんです。でこれがですね、私が子供の時は今使うその800、韓国にはいますけど日本はどうですかな、ゆらゆらして使うものありますよね。それが私が子供の時にはそんなに多くなかったんですよ。で、こんな回路で寒い時暖かくすることが多かったんですけど、で、その、この中にあるピチッと、ピチッとするものの音もいいし、回路のなんか音もいいと思って、探したら韓国で探すことがめっちゃ難しかったんです本当に私が子供の時には可愛いものがたくさんありましたけど、ちょっと気になる気に入るものがなくて、めっちゃ探してこのクマさんと会いました。とにかく今からこの回路を使って耳を温かくしてみます。ここ中にピチッとする。でもこれがね、一回にはできなかったんです。感じに見えますか？ちょっと硬くなって熱くなるものなんです。この音はすごく好きなんですよ。
さい。でもこの音が本当好きです。私は子供の時、雪を歩く時出る音と似てると思って結構好きでしたよ、こんな音。似てるじゃないですか。行きます。あ、詳しく見せますか。こういう感じになって、ここをこういう感じにするものです。できないと思った時できました。こういう感じに見えますかな、見えますか、ここ面白いじゃないですか。でも耳にyou
次は2つ全部してみましょう。私は結構こんなことをして、この後もちょっと冬に似合う音と待って、最後はこれをする予定です。皆さんの耳とかを温かくすると思ってください。皆さんの耳めっちゃ
してあげます。こっちからも、私の中で冬によく似合うと思うことを選んで動画を撮りましたが、どうですかな。この動画を見て、こんな寒い冬にもう少し楽な感じをもらったらいいと思います。そして皆さん、風邪もぜいぜい、ぜいぜい、気をつけてください。で、今日の動画はここまでです。今日も動画を見てくれてありがとうございます。私はまた次の動画に来ますので、よかったら、チャンネル登録と、いいねボタンクリック。お願いします。じゃあ、また次の動画に会いましょう。じゃあねー。